も背中守ってなかなか難しいですよね。背中やっぱりね。そうですね。横でね。うん、多分やっぱ手のひらの大きさが影響してるんでしょうね、はい、これ。それはそうありますね、うん、手が大きい方がやっぱりやりやすいですね。ですよね。だからなんかたまに質問で、はいはい、あの女性で手のひらの小さい人で、はい、男性の太い腕を揉むときはどうすればいいですかみたいな、そういうのとかもやっぱりね、きますね。そうですね。なるほど。うん、何と答えしたんですか。ああ、やっぱなんかテコの原理でこう、うんうん、まあこうエッジを効かせると、ローリングでエッジ効かせると、無理にこう揉もうとすると、うんうん、やっぱり届かないんでって言って、うんうん、エッジを効かせることだったら多分でね、多分できると思うんで、だから あとはもう自分の太ももで練習してくださいっつって、はい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 、太ももはねやっぱり俺も自分でも握れないんで、ね、それしかないですもんね。あとはもう肘ですよね。そうですね。もう肘でもこれですよね。もう、うんうん、こういう世界になっていっちゃうんで、うんうん、でも肘がダメなとこもね多いですからね。あ、まあね。よいしょ。ちょっと伸ばします。うん、全然あれですね。でも大きく回るから、うん、いいですね。もっと膝がなっちゃった、うん、よいしょ、伸ばします。やべやべ、ケツをつけたよいしますよ。動きいいっすね。左に比べて右は、ね、ちょっとここ軽いですね。もう違います。チャック、
大丈夫ですか？はい、目が覚めますね。後ろに行きにくいんですよね。どうすかね、感じとしては。すごい良かったです。眠くなっちゃいます。
気持ちいいですね。あ、よかった。受けるの、いいですね。ちょっとね、こっちの肩甲骨測りにくかったですけど、ああ、そうなんですね、うん、でも肩楽になった気がしますよ。よかった、うん、ありがとうございます。いい、ああ、すっきりしますね。うん、いい感じです。ありがとうございます。ちょっと揉みを極めます。ああ、気持ちよかったです。そっちの方向で。ありがとうございます。すごい気持ちよかった。